間もなくだな。思うに目指す神殿は約束の地ではないと思うね。では博士の見立ては？預言者の降臨、しもべたちの祝福、いわば歴史のターニングポイント、神殿はその舞台とでも言っておこうか。目標を発見しました。本当にここですか？確かめよう。よっしゃ、野郎ども、砲をあげろ。そんなのありません。あと野郎じゃありません。雰囲気だ雰囲気。よっしゃ、大海原へと漕ぎ出すぜ。あいあいさ。ざわざわしてる。ちょこっと無理させちまったから、こいつの整備をしておきて。先行っててくれ。大丈夫なのか？俺様だぜ。古代種ってのはすげえな。正しくはセトラだよ。星より生まれ、星と語り、星を開く、そして約束の地へ帰る。地上の幸福、星が与えし定めの地。ううん、違う。約束の地じゃない。だってここにあるのは悲しみ、そして怒り。呼んでる？スターの仕業だ。これはひでえな。ねえねえ、エア
リスと仲間たちは特別ご招待だよね。そうか、私半分違うから。ごめん、特別待遇ないって。勢いで来ちまったが、正直この中に入るのは気が済まねえ。俺は残るで。うん、分かった。これまでありがとう。本当に助かっちゃった。いや、お別れってわけじゃねえ。帰りの足がいるだろう。待ってるから、ちゃんと帰ってこい。古代史は新年に入った。となるとあいつも一緒だな。そうか、それは面白い。いいぞ。どうだ、親父。セフィロスがもう来ている。まずいな、早く行こう。ひえ、古代種は黒マテリアを隠すためにここを作ったってこと？黒マテリアの価値ってどんだけ。しっ、黒マテリアのことは内緒。シンラはきっと知らないから。ケットシーが喋ってるよ。とにかく早く見つけよう。あれは俺たちがもらう。んー、おいおい、どうなってんだ。オイラたちの常識通用しないかも。約束の地というより終末の地。余計なことを考えるな。無理ですよ。存所に古代史とアバランチが侵入しています。待ち伏せしてやっちゃいますか。いや、任務を優先する。二手に分かれて、ここが約束の地である、また違うという確証を探す。レノはルードと組め。あとは私と一緒だ。はい。レノ。あ？任務が優先だ。いいな。はい、よっと。ややこしい神殿にはシンラどもとクロマントがうようよ。こりゃ忙しくなりそうだ。セフィロスもいるんだよね。ああ、確実だ。嫌な予感しかしねえな。そこをなんとか元気出して行こう。じゃないとここ気持ち塞いじゃうから。了解。Huh?
いや、考え方次第だ。何があったんだろう。血がたくさん流れた。大昔、戦争みたい。
ライフストリーム、怒ってる。なんとなくだけど。ねえエアリス、私たちの気持ち伝えられないの？どうかな。ううん、やってみる。クロマテリアが最優先だ。誰にも渡せない。先を急ごう。でもエアリスがいれば大丈夫だ。はい、急ぎます。準備できました。侵入者発見！アバランチだ！そっちは任せ。気をつけてね。おう、足止めだ。期待するぜ。くらっ！仕掛けだ。そこを戻れ。やばい。追い打ちだ。当てる。許してくれ、頼む。心配するな、星に帰るだけだ。先を急ごう。
邪魔するぞと。ちょうどいい。でっけえ借り返してもらうぞ。貸しているのはこっちだ。返済は後日でいい。今日は残念でしたぞ。足折り。しちゃった。うん。初めてでしょ？じゃあ仕方ないよ。失敗したら修行あるのみ。オイラたちも手伝うよ。頑張ろう。うん。そうだね。修行だね。ストリームと仲良くなる方法教えてくれるみたい。休んだ方がいいかもね。そうそう、お姉様だけが頼りなんだから。じゃあちょっとだけ。
ねえ場所だな。でも道ができたね。今度は何だよ。何だろうが倒す。道がないよりずっといい。仕上げだ。こっち。遅くな。念のため気負いすぎる。頼られちゃうな。マジや。こっちはどう。死んじゃう。
神の見物といくか。時間が惜しい。まとめて倒そう。しゃあねえな。ナイスキャッチ。
ご無事で。ほんと大変だったんだから。休憩おしまい。もういいの？うん。クラウドたち心配だし。私だけでは不安か？とんでもありません。不安も不満もなくて、なんならファンです。光栄です。嬉しいです。待ってください。構うな、行くぞ。待ちやがれ。卑怯者が逃げてゆく。主任、逃げたら舐められます。そう来なくちゃ。入り口の旗見なかった？約束の地は神羅が管理するから、たとえ古代種でも従ってもらわなくちゃ。他の連中はどこだ？はぐれた？迷子？頭数ならこっちが多い。あら、ご存知ない？主任と私が最強コンビだってこと。古代種は殺すな。努力します。おとなしく。仕事だ。コンビで行くぞ。効いてる効いてる。
よろしくね。お手本見せてやる。よっ、観念しろい。主任、言ってください。絶対。会えた。よくぞご無事で。ほんと大変だったんだから。クラウド！悲しむことはない。ただ星に帰るだけだ。もうやめよ。タークスが一人先行してやがる。俺たちも急ごうぜ。ああ、そうだな。生きてこそのタークスだ。構造からしてこの遺跡は砦だ。散見される戦闘の痕跡。古代史の敵は誰だ？モンスターか？いや、愚かな人類だ。古代種の力を恐れ妬んだ人類が古代種を虐殺した。セフィロス。そう、悲しむことはない。ただ星に帰るだけだ。また会える。無事か。私の心配してる場合？一つ教えてくれ。ここは約束の地なのか？違う。きっと違う。そうか、違うか。すぐ信じるね。時々優しかったよね。この台座が鍵だ。古代史でなければ反応しない。動かないで。社に報告だ。エアリス、見てくれ。
読めるか。穏やかなる戦士たちよ、今一度己を見つめよ。刻みし轍は赤く染まり、そなたの糧とならん。夢夢怒りを忘れることなかれ。あそこに入れってことか。うん、一人ずつ試練を受けるの。あ、クラウドは行かなくていいみたい。お、ずるい。俺はここで待つ。急いでくれ。行くしかねえならさっさと行くぜ。うん。そんじゃ後でな。これって幻覚じゃないや。こっちだ。てくれよ。さあ、13番、こっちだ。実験体。そうだな、お前は今日レッドサーティーンだ。始めよう。
クラウド？許さない。セフィロス。ソルジャー。マコーロ。シンラ。全部。全部大嫌い！先輩、今度こそ慎重に。無用な戦いは避けたい。先輩、やり残したことはないか？もう後戻りはできないぞ。
先輩。遊んであげてるんだ。帰ったのか。バレット、お疲れ様。マコールがある暮らしってのはいいもんだね。早く家に帰って汗流し。どうしたの？変な顔して。ん？見ろ。いきなり何？ほら、疲れたでしょ。入って。
は4番街スラム、4番街スラムです。してみない？何をするの？ここから出るの、出て外の空気を吸いに行くの。外の空気を吸ったらお母さんは元気になる？注射もしない？大丈夫？お母さん。ごめんね。冒険途中なのに。お母さん、待っててね。お医者さん呼んでくる。誰？頑張って。助けてください。ああ、ガキは家帰って寝てろ。ん？大丈夫かい？大丈夫です。お医者さん知りませんか？うちは外れの方でね、この辺りの医者は知らないんだ。そうですか。よかったら詳しく。ありがとうございます。私お母さんのとこ戻ります。そうかい。お母さん、ごめんね。Yeah.
暇、戻るからね。冒険するんだよね。あんた大丈夫かい？この子をエアリスを安全なところへ。いたぞ、こっちだ。お母さん、あのね、死は命の一つの状態。死んで体が消えても命が消えるわけじゃない。ライフストリームに溶けて星を巡って新たな命を育む。今さらいいって。命は死んでも消えない。そんなの頭で分かってもお別れは悲しいよね。だから星に帰るだけなんてそんな風に言わないで。どんなに悲しい過去も理不尽な出来事もしたことされたこと、過去を消すことはもうできない。でもね、
これからのことは変えられる。悲しみや怒りは私たちを強くするけど、私たちを変えてしまう。本当の強さは違うと思う。それはいつも心にあって、柔らかくて壊れない。そう思うんだ。過去じゃなくて未来を思えば、私たちセフィロスより強くなれる。ずっと強く。話は終わったか？時間がない、急ごう。どうした？問題ない。楽しそうだな、クラウド。その結果どうなった？前の爆弾のせいで大勢が死んだ。ビッグス。その感情は本物だろうか。悲しむふりはやめろ、クラウ。大切な仲間だったのに、お前は何も感じない。なぜなら、セフィロス。悲しみ、怒り、罪悪感、後悔、何であれお前にはわからない。かわいい俺の空っぽ人形。セフィロス！グエ
セフィロスとは違う。分かってるよ、クラウド。行こう。人の子らが我らを襲い、人の子らが我らを妬んだ。これが最悪の計り事だったかどうか、もはやわからない。運命は我らを選ばなかった。我らは奪われ、抱えきれぬ怒りだ、拭いきれぬ悲しみ。
私一人で、ついにジェノバの申し子が星を支配する日が来る。そして今や世界は一つではない。運命の拘束を逃れた世界が新たな時を刻んでいる。どういうこと？ジェノバ、世界もまたリユニオンするのだ。リユニオン。その先にあるのは永遠。永遠なんてない。ああ、今はまだ。あなたは間違っている。お前たちはここで死ぬ。だが悲しむことはない。星に帰る。セフィロス！Thank you.
だ星には帰らねえぞ。あんなんで私たちを止められるわけないっつーの。邪魔するな。脱出ルートは確保した。行くぞ、脱出だ。すまねえ、任せるぞ。はい、みや。ありがとう。
お前どうやって僕がいないとゴールドソーサーが寂しくなりますからね。ボディの予備はいっぱいあるんです。よかった。やめてえな。で、目当てのもんは手に入ったのか。それ聞いちゃう？ちょっと。お前どうしちまったんだよ。話聞いてなかったのか。返してくれ。チッ、こんなもん。セフィロス。これは鍵だ。世界の狭間に隠された本物を手に入れるためのな。返して。おい、さあ時は満ちた。セフィロスだ。約束の時だ。エアリス、返してくれ。しっかりして、クラウド。クラウド、しっかりしろ。Thank you.
には渡せない。トンが危ないらしいな。私が見るとしよう。いや、医療班に任せ。あなたは危険だ。宝珠博士、あの神殿で我々は何を見た。科学者としてうかつなことは言えない。ただ一つはっきりしていることは、神羅は置いてきぼりということかな。意見が一致したよ。右、神羅ビル。宝城博士ならクラウドを直せるかもしれない。
左、6番魔航路。ビッグスを止める。魔航路爆破を阻止。髪が長くて銀色なの。まいったな。もう一つ教えてよ。エアリスはクラウドのことが好きなのか？うん、きっとね。そうか、それはヒューヒューだね。ヒューヒュークラウド、待ってろ。もしもーし、起きてください。クラウドさん、時間ありませんよ。シュ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 、起きろー。俺たちは死んだのか？星に帰っただけ？帰る途中？あ、夢ってことにしとく？私の夢の世界。何を言って。諦めてついてきて。